皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー13-2のパート32ですね。よろしくお願いします。青チョコボが捕まったんですけど、これ育てた方がいいのかな、どうかな、知ってる方いたら教えてください。今んとこ、あとこのプリン衛星兵だよね。コメントありがとうございました。この結構上、おお結構上、これどれだっけ、ケットシーかな。ケットシーと多分交換した方がいいんですかね。ありがとうございます。はい、今こんな感じです。モンスターはセラとノエル君もかなり育ってます。ブラスターレベル99まで来ました。育て方合ってたのかな。コメントいただいたやつがね、よくわかんなかったんだけど、ちっちゃいのをディフェンダーとかであげて、ジャマーとかであげて、でっかいのでブラスターでよかったんだよね。そういうことでいいんだよね。で、そういう感じで育てまして、ノエル君の場合はブラスターちっこいの行って、大きいのでアタッカーでやりました。それで合ってたのかな。合ってたらいいんだけどな。はい、今はこんな感じでございます。で、このパート33ぐらいからどうやら不定期更新になりそうな感じがします。裏でフラグメントを集めてます。はい、がっつり集めてます。で、中入ってみて、で、あ、これ動画したらいいかもな、みたいなやつを動画にしていく形になりそうなんで、ちょっと不適になる可能性が高いです。高いです。はい。ということを、あらかじめご報告した上で、実況、やっていきましょう。あれですね、今回は、歪みが発生したってやつです。ここクリアしたら、またこれか!またこれか!もういいよ。でも、初見じゃないから、もう2回目だから。これはどっち行ってもいいのかな。そうですね。じゃあこっち行って、こっち行って、こう行って、こう行って、こうだね。おっと。はい、OK。これ、前回コツを掴んでて、2択に迫られて、その上で、周りを見渡して、これ行かないと積むっていう方向に行くと、どうやら正解になりやすい。どっから始めてもいいんじゃないかなって思ってるんだけど、そんなことないのかな。左上の3が1234でしょ。だからどれも繋がってるから多分行けると思うんだけど、うん。厄介なあたりから攻めてみる。314とか。だから先にこっからスタートして3潰してからスタートか。こうか。で4行って、3行って、いいんだね。1134だ。やっと解けた。いやー、これむずい。あともう一回やんなきゃいけないんだよな。難易度がさらに上がるんだよね。結構時間かかるな、やっぱ。ただ毎回同じなのであれば、なんとかなるかもしれないけど。3スタ。適当にじゃあまずは行ってみるか。考えても。どれも、4は繋がってる。この3は、これ2か。これも繋がってんのか。5って1、2、2、4、5。2、4、5だから、2、4、5。あ、これもさっきと似てるパターンだ。対角線に行くんだ、この5が。絶対。それ一つしか。だから、余らしちゃいけないんだね。了解。4だと2、4。また結局3に帰ってこれるんだったら、先に終わらしちゃって。で、対角線を終わらして、4。あ、積んだ。ダメだ。はい、長考の末、ようやくクリアできました。これは難しかった。ね、面白いよ。これ多分、一通りしかない。てか、基本一通りしかないのかな?わかんないんだけど、この4がね、鬼門だっていうことに気づいて、そこからなんとか回答に導き出した。これ4が向かう先は1と5なんですけど、この1と5が、もう、この4としか繋がってないっていうところから導き出された答えがこれでした。1345。なんとか、この
両方潰した上でこの4を、片方潰した上でこの4に来るには、1345しか確かなかったのかな、選択肢が。っていうことで、なんとか、だいたいこれクリアするのに、30分くらい。ここまでで30分。4ステクリアするのに、4ステージクリアするのに。4543。かなり時間かかったと思う。やったー、もう終わりであってほしいけど。カットが入って動画自体は多分5、6分になってんのかな、ここまでで。いやー、よかったよかった。これなんかもう一個ね、歪みがあるらしいんだよ、このステージ。どうやら。もう一回同じやつかなー、どうなんだろうな。でもこれは結構考えてて楽しいから嫌じゃないけど。バルハラの書。でもって、やっぱり歪みがもう一個ありますね。あと戻るともう一個。これがなんだ？ダメだ。このゲートに合う。オーパーツがないのか。まあ、また、また、ここかな？来るのかな？いずれね。じゃあ戻りまして、もう一つの歪みを攻めましょう。ああ、敵はスルーで、いやあ、調光したからちょっと、体が凝ったな。体全身が凝った。伸びないとね。途中にいる、おっと、チョコボー乗って、ここでエンカウントっていうか出てきてくれたんで、多分チョコボーの時に出てこないから、ぴったし乗れるかな。ほんのちょっとの距離だけど。このロックンロールチョコボーに、お力を。やっぱ早いよね。2倍速くらい。だいぶ違いますよね。ビヨーン。よいしょ。ありがとう。さあ、第2戦行きましょう。これは何百年も前に開いた裂け目クポ。ほう。強力な封印で抑え込まれてたのが溶けてしまったクポ。大昔の強力な封印。それって時読みの力だよな。行こうノエル。さあ、次はどんなパズルなんだろう。同じやつか、それとも別のやつか。ワクワク。でもなんか同じやつっぽいな。難易度が上がったよね。今までのパラドックスの中でやっぱこの数字選ぶやつが一番難しいから、やっぱりか。うわ、また調光していいパターンだ。あったあった。ポイントとなるのはこの2でした。この2に来るのに、あの4しかないんですよ、右のね。で、あの4に行くのに、この5しかないんだよ。いや、1とかがあるんだけど、そうすると消費できなくなっちゃうっていう話でした。あー、やっとクリアできた。2、3、あ、お前間違えた。ストップ。ちょっと待ってね。あれ？俺、間違ってるかも。あ、ごめんごめん。普通に間違えたわ。5、4、2、3、2、1、3だ。あぶねあぶね。じゃあちょっとこの次、思い切りカットして最後まで行っちゃうね。同じ工程見てもって感じすると思うし。じゃあステージ2、3があんのかな？ 4 もあるかもしれない。カットしちゃいます。ラストまで。ごめんなさい。3問終了だった。この後カットせず、しなくてもいいくらいパパッと終わらせてしまった。しまった。動画撮っとけよかった。ごめん。普通に悔しちゃったよ。俺は、一族に伝わる話を思い出していた。大昔、パドラの都を、忌まわしい怪物が襲った。そいつは、時読みの手で封印されたという。パラドクスの迷宮で、そいつに会うような気がしていた。結局どこにもいなかったが、心に引っかかるものがあった。何か裏がある。何かが隠されている。そんな感覚が、俺を捉えた。とてもまずいと思ったんだけど、よかった。ここで戦闘になると思った、今。ワイドオーパーツか。多分これがさっきのやつに繋がってるんだな。
あーしまった、動画撮っとけばよかった。まあいいか、軍に任せるべきだろう。同じ工程だしな、どっちにしても。ここで帰ったらきっとだけど、あのタイム制がないやつは、あの攻略サイトとか見ればきっとあるから、攻略の仕方が。もしこの動画で攻略を頑張って見てるっていう方は、そちらを覗いて見ることを、どうしてもクリアできないっていう方はね、そちらを見るのがよろしいかと思います。攻略絶対多分乗ってると、もうタイムがないってことは同じだってことだから、多分乗ってますんで。いやにしてもちょっと惜しいな、あのドヤ顔っていうか、自分ができたっていうシーンを、ちょっとかっこいいシーンを残せれたのにね、動画でミスったわ。まあ別にそんないいとこは皆さんにとってはあれだもんね必要ないもんね。よし、到着。あ、やっぱりこのオッパツなんだね。オッパツの移動長いんだよな、時間が。この時を移動してる時の時間、すっごいさカットしたくなるんだよね。まあするんだけど。